どうもダチです。今回はこちらの本に載っている岩手の名水の中から遠野市にある稲荷穴湧水の湧き水を汲みにやってきました。汲んだ名水を利用して美味しいコーヒーをいただきたいと思います。それでは最寄りの稲荷穴キャンプ場より出発です。ということで、今回からシリーズ化しますのは湧き水名水でコーヒーを作って飲んでくるシリーズとなります。第1回となります。今回は遠野市にて撮影するみたいです。景色と自然の音を楽しみながらご覧ください。